エヴァンゲリオンでレイ派かアスカ派かっていう、まあ、それぐらいの議論だと思ってます。はい、こんにちは。今回なんですけど、結構これね、まあ、聞かれたりもするし話題にもなったりもしてるんですけど、結構最近バドミントン部って男女で、まあ、チームっていうのが増えてきてるんですけど、トナミ運輸に関しては一応男子チームの中に女子選手が2人入ってるっていう感じですよね。あの大堀選手と二平選手。あのね、これ結構聞かれるんですけど、大堀選手と二平選手どっちの方が可愛いと思いますかとかっていう風に聞かれるんですけど、あのこれに関しては僕はあの、はい、答えません。はい、あのこれなんだかっていうと、あの比較的大堀選手も二平選手も僕個人的にはビジュアルはいいと思ってるんですよ。で、あの明らかにどっちか片方があのぶっちぎり可愛くて、どっちかが、まあ、ルックスはちょっとね、あのどんまーいっていう感じだったら、まあこれ僕はちょっとはっきり言っちゃってもいいんじゃないかなとかっていうふうなことも考えたんですけど、あの2人とも結構ルックスいいから、だからそのこれね、どっちの方が可愛いかっていうのは、あのまあ女性としてかなり失礼、あのどっちを選んでもまあ、失礼だし選びようがないかなと思ってるんで、だから今回あくまであのどっちが可愛いとかじゃなくて、僕が個人的にどっちの方があのタイプかなっていうものについて言おうかなと思ってます。はい、結論から言っちゃうと、僕は大堀選手と二平選手どっちの方がタイプかっていうと、大堀選手よりも二平選手の方が僕はタイプです。はいはいはい、そんな感じです。はい、あの僕どっちかというと、あんまりなんかなんていうかね、綺麗系の人ってあそんなにタイプじゃないっていうか、あのうん、どっちかというとちょっとね、あの可愛い系の人の方が割と好きな傾向が強い。まあ全部じゃないですよ、あのもちろんあの綺麗系の人でも、あこの人すごいいいなっていう人はいるんですけど、でもなんだろう、まあ綺麗系と可愛い系どっちがいいって聞かれたら、まあそれはあの答えようがないけど、でも可愛い系の人の方が比較すると、まあこっちの方がどっちかというとタイプかなっていうパターンが僕は多いかなっていうだけなんです。なんで僕はあのどっちかというと、あのトナミ運輸の大堀選手と二寺選手2人を比較すると、まあ二寺選手の方がタイプかなと思ってます。はい、そんな感じです。でもあの身長が高い人が嫌いかって言われたらそうでもないんですけど、全然あのむしろ僕より身長が高い女性でも全然僕は普通にいいと思うんですけど、なんていうかこればっかりはまあ比較しようがないというか、なんかまあ、何とも言えないよねっていう。でただこれ実際に大堀選手とも二平選手とも僕が直接喋ったことがないから、あくまで外見とか雰囲気だけで選んでるっていう感じなんで、まあ、実際に喋るともしかしたら印象はガラッと変わるかもしれないし、まあ結局喋ったところでそんなにあの2人を比較すると やっぱりあの二平選手の方が僕はタイプだなって思うかもしれないし、まあそこら辺は分かりませんけど、まあまあまあ二人のうちどっちがタイプですかって言われたらそうなるかなっていう感じですかね。あの本当こんなくだらない動画で一本作っちゃうんですけど、今回は。はい、でも本当にもうそれしか言ってないね今日。はい、こんな感じです。で実はあの最近ね、寝違えてちょっと首痛めちゃったんですが、ここ湿布貼ってるんですけど、あの多分これ前回の動画でももうここに湿布貼ってたんですけど、首が痛いとやっぱりあのなんか体全体調子が悪いと言いますか、やっぱね熱とかじゃないんですよね、あの首痛いとなんかもう体全体がだるいんですよ。だからあの寝相には皆さん十分気をつけてくださいっていうことで、今回は概要欄の方にあのまあ湿布を購入できるリンク先を貼っておいたんで、もしも寝違えたとか家に湿布がないなって思った方は、まあ寝違えた時用のためにぜひとも概要欄の方から湿布買ってみてもいいんじゃないかなと思ってます。はい、多分 Amazon ならかなり安く買えると思うんで、はい、まあ普通に考えたらネットで購入するのがいいんじゃないかなと思います。
んな感じで今回はこれで終わろっかなと思うんだけど、でもなんかこれで終わっちゃうのかなとか、でもなんかこんなくだらない動画で1本使っちゃうのか、なんだろう、でもこれね、あの大堀選手、二平選手どっちがタイプかっていうのは、まあ、はっきり言ってあのエヴァンゲリオンでレイ派かアスカ派かっていう、まあ、それぐらいの議論だと思ってます。はい、やっぱり人によって分かれるけど、まあ、僕はエヴァンゲリオンだったらどっちかというとレイ派かなっていう、はい、まあレイかアスカかって言われたらレイ派なんだけど、でも結局僕実はなんだかんだあの新劇場版になってからマリ派だったんで、はい、だから新エヴァンゲリオンの、あのまあこれちょっとネタバレになっちゃうけど、あの最後の結末に関して落としどころに関しては僕はかなり、納得のいったというか、まあ気分がいい感じになったなっていう感じでした。はい、こんな感じで今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、ちなみにあの大堀選手と二平選手もし2人で対戦したら、どっちを応援するかって言ったら、まあ僕はどっちを応援するかって言ったら、そうね、大堀勉さんかな。